ようこそ皇室ジャパンへ。天皇陛下が63歳の誕生日を迎えた今、天皇ご一家の家族愛が話題となっています。陛下が大切にされる雅子様や愛子様との絆は多くの人々に感銘を与えています。この機会に日本の象徴である天皇陛下の家族愛を再認識し、その姿勢が国民にとってどのような意義を持つのかを見ていきましょう。ぜひ最後までご覧いただき、日常生活における陛下の家族愛に触れてみてください。2月23日、63歳の誕生日を迎えられた天皇陛下。今年結婚30年を迎える皇后雅子さまへの思いをこの誕生日の会見で述べられました。天皇陛下が語った皇后雅子さまへの思いとは次の通りです。天皇陛下お言葉、結婚してから30年近くが経つのかと思うと、時の流れの速さを感じます。昨年12月の雅子の誕生日の感想にもありましたが、雅子が29歳半の時に結婚してから、その人生の半分以上を私と一緒に皇室で過ごしてくれていることに心から感謝するとともに、深い感慨を覚えますとするもの。陛下と雅子さまがご結婚されたのは1993年6月、今から30年前のことでした。後に雅子さまはご結婚を決断する過程で、陛下の誠実な言葉に心を打たれたと明かされています。ご婚約内定会見での皇后さまのお言葉、皇室に入られるということにはいろいろな不安や心配がおありでしょうけれども、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますからというふうにおっしゃってくださいました。外交官から皇太子妃となられた雅子さま、陛下に支えられながら皇室の一員として歩み始め、多くの思い出を紡いでこられました。そして2001年12月、長女愛子さまがご誕生。お二人は家族で過ごす時間を大切にし、成長を見守ってこられました。令和を迎え、天皇皇后となられたお二人、陛下は共に同じ時間を過ごされてきた皇后さまについてこのように述べられました。天皇陛下お言葉、この30年近く二人で一緒に多くのことを経験し、お互いに助け合って喜びや悲しみなどを分かち合いながら歩んでまいりました。皇后さまの一年、そしてご体調についてはどうなのでしょうか。昨年の2022年10月、両陛下の地方訪問が3年ぶりに再開されました。再開するにあたって陛下は皇后さまが一つ一つの公務に体調を整えながら臨まれたと話されています。そんな時、突然の外国訪問となったエリザベス女王の国葬、時差や長時間のフライトなど負担が大きい中、お二人揃って参列できたことに安堵いたしましたと述べられています。また雅子さまが皇室伝統の御養蚕を引き継ぎ熱心に取り組まれていることにも触れ、本当によくやってくれていると思いますとねぎらわれました。2004年から療養が続く皇后さまのご体調について陛下は次のように語っています。天皇陛下お言葉、雅子は未だに回復の途上で
体調には波があり、大きな行事の後や行事が続いた場合には疲れがしばらく残ることもあります。そのような際には十分な休養をとってほしいと思います。これからも無理をせずにできることを一つ一つ着実に積み重ねていってほしいと思います。雅子は私の日々の活動を支えてくれる大切な存在であるとともに、講師にわたり良き相談相手になってくれていますし、愛子の日常にもよく気を配りながら見守っており、生活に安らぎと温かさを与えてくれていることもとてもありがたく思っております。私も今後ともできる限り力になり支えていきたいと思っています。国民の皆様にはこれまで温かく心を寄せていただいていることに改めて感謝の気持ちをお伝えするとともに、引き続き雅子の回復を温かく見守っていただければありがたく思います、とするものでした。また陛下は4月から大学4年生となられる愛子さまについても話されました。天皇陛下お言葉、愛子は大学生として学業を優先していますが、そのような中で皇居での新年の行事であったり、都内の訪問であったり、少しずつ皇室の一員としての活動を行うようになりました。とするもの、2022年3月、愛子さまは成年皇族として初めて記者会見に臨まれました。成年会見での愛子さまのお言葉、私は幼い頃から天皇皇后両陛下や上皇上皇后両陛下をはじめ皇室の皆様が国民に寄り添われる姿や真摯にご公務に取り組まれるお姿を拝見しながら育ちました。そのような中で上皇陛下が折に触れておっしゃっていて、天皇陛下にも受け継がれている皇室は国民の幸福を常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると私は認識しております。とするもの、陛下は愛子さまに、緊張しないコツは一人一人の目を見て自分の思いを伝えるように話すことだとアドバイスされたそうです。会見の準備を進められる愛子さまをずっと見守られていたという両陛下、天皇陛下お言葉、私たちも会見に向けて一生懸命準備をする様子を目にしていましたので、無事に会見を終えることができ安堵いたしました。愛子が記者会見でも述べたように、自身のこれまでの経験は周りの多くの方の支えや協力があったからであり、これまで様々な形で支えていただいた皆さんに感謝する気持ちを持ってくれていることを私たちとしても嬉しく思いました。愛子は学業で忙しい日々を送りつつも、いつも楽しい話題で家庭の雰囲気を和ませてくれ、私たちの生活を和やかで楽しいものにしてくれています。昨年も述べました通り、愛子にはいろいろな方からたくさんのことを学び、さまざまな経験を積み重ねながら視野を広げ、自らの考えを深めていってほしいと願っています。また今後も思いやりと感謝の気持ちを持ちながら、皇室の一員として一つ一つの務めを大切に果たしていってもらいたいと思います。とするもの、これからも雅子様
そして愛子様と共に歩みを続けられる天皇陛下です。いかがだったでしょうか。天皇ご一家の家族愛は感動的で、多くの人々に魅力を感じさせています。国民は陛下や雅子さま、愛子さまから幸せを受け取っていると感じ、その家族愛が絆を深め、勇気を与える力になっています。だからこそ国民は天皇ご一家に深い尊敬を抱いているのです。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。